そして1月31日バンクーバー。試合の始まる2週間以上も前にバンクーバーに入った高橋は、長旅の疲れを癒すことなくすぐに練習開始。オリンピックで勝つために、そして恩師のために。実は高橋は長光とある約束を交わしていた。一回も彼の試合でまだよくやったなって感激はするんですけど、一回も感動して泣いたことがないんですね。まだバンクーバーの時にはもう彼の演技でもう感動して泣かしてもらいたいなって、そういうふうに夢見ています。自分の演技で泣いたことがないと言われたらちょっとね、負けず嫌いなんで、こう泣かせてやりたいみたいなところはありますかね。いつも支えてくれた恩師を泣かせるという約束。バンクーバーでの目標は定まった。今回のオリンピックでは、前回トリノ大会の金メダリスト、ロシアのプルシェンコが復活。得意の4回転ジャンプを武器に2大会連続金メダルを狙っていた。さらにアメリカのライサチェックもいる。抜群の安定感と類まれな演技力で去年の世界選手権を制した実力派だ。2月17日ショートプログラム。日本の期待を一身に集めた高橋大輔はここで圧巻の演技を見せる。トリプルフリップ、トリプルトーループ。最初のジャンプを難なく決めると、その後も次々とジャンプを成功させる。磨き込まれた表現力も冴え渡る。この大舞台で完璧な演技を見せた。パーソナルベストを更新し、僅差の3位。本当に今シーズンの中で一番いいショートプログラムができたんじゃないかなと思います。フリーに向けてはどんな思いですか？もう今日と変わらずに、本当に自分が今までやってきたことを信じて、それだけは本当に思ってやりたいと思います。ショートプログラムのトップは、得意の4回転ジャンプを成功させたロシアのプルシェンコ。2位は完成度の高さを見せつけたアメリカのライサチェック。トップのプルシェンコから3位の高橋まで、その差わずか 0.6 というハイレベルの争いとなった。フリー演技を控え、3人が一堂に会した記者会見。プルシェンコがライバルたちを挑発する。Я думаю, что это будущее все равно фигурного катания. Прыгать четверной нужно. Ну, можно дискутировать и можно много говорить, что он не нужен, что нужно делать другие какие-то вещи. だが、ライサチェックは4回転はやらないと明言。持ち前の技術力で勝ちに来たプルシェンコ。類まれな演技力で勝負するライサチェック。これを聞いた高橋は、4回転を成功させた中でのパフォーマンスをこのオリンピックでしたいと思っているので、必要か必要じゃないかは人それぞれ違うかもしれないですけども、僕にとっては必要だと思います。金メダルをかけた心理戦だが、高橋の心は揺らがない。
4回転を跳んで金メダルを取る。自らの信念を貫く、それは自分のガラスの心に打ち勝つという強い思いでもあった。高橋は永光の前で直前まで4回転に挑み続けた。絶対に成功させる、強い心で挑んでいたが、なかなか成功しない。ダメなのか、弱い心が顔を出しそうな時、奮い立たせてくれるのはやはり恩師だった。やってくれるんじゃないかっていう確信だけはずっと頭の中にあったので、彼の中にどれだけそれがあるんだろうっていう感じでずっと見てました、練習を。永光は高橋の成長を温かく見守ってきた。高橋はその恩師を泣かせなければならない。そのために彼は飛び続けた。約束のために。いよいよ雌雄を決する日。高橋のふるさと岡山の母校では、母清人さんが日の丸片手に見守っていた。大勢の方の支えが本当にあったからここまで来れたんじゃないかないのは思いますし、できれば何色でもいいですからメダルを持って帰ってくれたらなっていうのは本音です。いよいよメダル候補が揃った最終グループ。まずはショートプログラム2位のライサチェック。見る者を引き込む圧倒的な演技力。この時点でトップに立った。ライサチェックの高得点にも惑わされることなく、高橋は精神を集中させていた。4年前の雪辱、ガラスの心の克服、そして恩師との約束を果たすために。 Our next skater, representant du Japon, representing Japan, Daisuke Takahashi。 こだわった4回転ジャンプは演技の冒頭。まずは4回転、4回転、転倒だ。この瞬間、高橋はジャンプ失敗の後、立て直せなかった4年前のトリノの悪夢を思い起こしたという。しかし、トリプルアクセル、ダブルトーループ、もうかつてのガラスの心を持った高橋大輔ではなかった。自分の今やれることを精一杯やろう。この演技で先生を泣かせてやる。全ての力を出し尽くした。4回転は失敗しましたし、他のところでもミスはあったんですけども、この舞台で滑り切ることができたことが本当に嬉しくて、ガッツポーズが出ました。高橋が交わした
恩師を泣かせるという約束の行方は。渾身の演技を見せた高橋大輔。最終滑走者プルシェンコの結果を待った。165.51、ショートと合わせてプルシェンコは2位だ。そして高橋大輔、銅メダル獲得。大輔、高橋、日本男子史上初の銅メダル獲得。大怪我を乗り越え、弱い心を克服してトリノの雪辱を果たした。あれから4年間の経験が全てこのメダルにはつながっていると思うので、何一つ欠けても取れなかったでしょうし、どれもいいことも悪いことも全てこれを取るためにあったんだと、まあ、今思うし、まあ、そう思いたいです。どんな時も心の支えになってくれた恩師を自分の演技で泣かせる。約束は果たすことができたのか。実際無理でしたね。終わった瞬間にまた泣けなかったねって、もう速攻行ってきたんで。いや、理想が高かったんで、私の中の。本当にこの短い準備期間の中でよくやったってことは認めてますし、でももっといいものができるって私の中では確信があるので、それまではやっぱり泣けないなと思います。高橋大輔はすでに先を見据えていた。4回転ジャンプと表現力を兼ね備えた絶対王者へ、そして恩師との約束を果たすため、挑戦は続く。まあ、もちろん金メダルは狙ってますけど、それ以上に自分の理想とする演技を求めて常にやっていきたいと思います。